選んでるか。いや、テラグラムさんですよ。テラグラムさんに、なんか、しでかした。いや、しでかした、まあ、しでかしたんかな。いや、動画見て、うん、で、あの後電話したんですよ。はいはい。でも、もう一向に進まないんですよね。もう、どうすればいいかも分かんない。まあ、得て増えてっちゅうのがあるからな、人それぞれ、うん、まあ、そこら辺を考えれば、解決や。簡単に言うな。どう？それほどな、YMCA、スケジュール入ったので、頼むな。で、次は、ユーたちがたくさん集まるということなので、英語のネタ。え、英語のコント。え、YMCA？ え、うん。いやいや、もう国際色豊かに人を集めなければいけない。世界に70億ネット。英語でネタ？うん。え、ちょっと待って、それはできるかな？もう簡単な話じゃん。ユーたちに見せるやつやから、最初から英語でコントを考えてもいいし、うん、日本語で考えたものを翻訳してもいいし、うん、言葉はいらんかもな、ボディーランゲージだけでもいいし。P、小便管理。はい、起立小便時危機管理能力の向上。今日はこのテーマについて皆さんにお話ししていきたいと思います。どっちの方がいいと思います？ネタ、うん、まあ、僕はこの前の方が好きやな。あ、やっぱそうですか。うん、ちょっと単純やからね。うん、なんとなく、うん、僕自身も前の方が好きなんですよ。そうだね。いや、このネタとはちょっと関係ないんですけど、はいはい、ちょっと今困ったことがあって、うん、なんか英語でこのネタしないといけないんですよ。はい、おお、外国日本人の前で。違うんです、外国人なんです。外国人の方々がおるから英語なんですけど。あ、なるほど。あ、落語さんで英語の落語。あ、おられますね。おられますね。うん、まあそんなことを別に考えてなかったんですけど、ね、はいはいはい。ただなんか編集長がその外国人を前にしてネタをせえという、そういうパントマイムで知り合い。あ、なるほどね。あ、それ考えんかった。音がなくてもいけるというような。そう、とか、なんか、カバンをこうやるやつとか。本物のパートナーじゃないですか。もう、それを真剣にやっとる人に怒られる気がしますけど。いや、でも、英語でしようと思って、はいはい、せっかくなんで、うん。で、ただちょっと英語、僕、高校の時からもう、全くやってないんで、はいはい、その、英語ができないんですよ。なんで、ちょっと、うん。英語は大月教授、英語で、まあまあ学会とか英語で発表する機関がありますよね、当然国際学会とかは。ですよね。うん、です。ちょっと、まあ、一応4年間ぐらいアメリカにもいましたし。え、そうなの？そうです。え、4年も英語でいたいた研究で、うん、わあ、それはもう完璧ですね。ちょっとこの流れからして言いたいこと分かってきてます。何や何や。ちょっと僕が日本語でネタして、ちょっと大月教授にそれに英語に直してもらいたいって。え、まるまる英語だから。いや違うやろ。英語を一応作ってきて、いやいや、それを添削するという。多分俺英語に直してもほんま単語をつなげれるだけなんです。でもまあ単語がつながってるだけやけどな、文章っていうのは。まあそうですけどね。そうですけど、ちょっとお願いしますよ。はいはい、まあいいでしょう。はい、すごいな。なんとかしましょう。すごいな、やっぱり。でもなんかね、僕の方もね、なんか知らんけど、まあ大丈夫やろうって思ってる自分がおるっていうね。
起立小便時、危機管理能力の向上。今日はこのテーマについて皆さんにお話ししていきたいと思います。皆さん、特に男性の皆さんはよく今日のお話を聞いていただきたい、そういうふうに思います。男性は起立小便時、無意識のうちに適正な位置へと立っています。しかしある影響によりこの適正な位置から移動し異常な位置へと立っているということがあります。そのことを皆さん常に頭に置いてもらいたいと、そのように思います。そういう危機、その危機は2つ存在します。恋による危機、そして事故による危機です。ではまずは恋による危機、このことについてお話ししていきたいと思います。例としてはヤンキーによる嫌がらせ、そして友人による鬱陶しい絡みなどがあります。それではこの恋による危機への対策について考えていきましょう。まず皆さんにやってもらいたいのが真剣に訴えるということです。左が通常の訴えです、そして右が真剣な訴え。もうあかんだ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 、もうほんまあかんほんまにあかんだ。真剣に相手に訴えることによって本当にやめてほしいということを伝えます。ただ、そういうことを伝えたとしてもやめない、もしくはより面白がってやってくるという場合がございます。そういう場合は飛距離を伸ばしていきましょう。もしこのように異常な位置へと移動させられた場合、そんな時でも飛距離を伸ばすことによって適正な場所へ放出することができます。しかし、この場合も、限界がございます。私が計算したところ、男性の一般的な飛距離、最大で約3メートルということが分かりました。この3メートル、この3メートルから、離れてしまう、そんな異常事態があった時、それはもうかけてください。ただこれは最終手段です。このかけるという動作をした場合、自尊心、いろんなものが自分の中からこう崩れ落ちるということが考えられます。これはあまり使わないようにお願いします。このようにして恋による危機、これは解決することができました。次に事故による危機について考えていきましょう。これはつまり何かが向かってくるということです。これに関しては一つずつ例を挙げて考えていきましょう。まずは球状の物体、これは最も一般的なものですね。これは手で払いのけてください。そして次にトゲのある球状の物体、ウニなんかが代表的な例ですね。これが飛んできた場合は払い落としたいところですが、このように刺さってしまいます。ここは我慢して対応しましょう。次に、生き物に移ります。犬、猫、ネズミなどの陸上の生物、これが向かってきた場合はジャンプしておきましょう。そして鳥類、この場合はしゃがんでよけます。そして人間です。人間も恋によって向かってくるという場合はもちろんありますが、このように無意識によって向かってくる場合もあります。この時にかけてください。反射的に逃げていくことになります。そして車です。これは少し高度な技がいりますので丁寧に説明していきたいと思います。車を見つけた、そういうふうに認識した時にまず放出を止めてください。そしてですね、ここからが少し、難しいんでちょっと駒送りにして見せていきますね。このようにして、車が来ると同時に後ろに移動してください。はい。そして車がいなくなった、それを見計らって止めていたものを全部放出してください。この距離が、ちょうど3メートルということになります。このようにして事故による危機も解決することができます。それではまとめに入りたいと思います。いや、
トイレ、きれいと良い。いろいろ言いましたが、私が言いたいことは、トイレはきれいに使いましょうということです。あと、余談ですが、この文章は反対から読んでも、よ、トイレきれいと良い。何でもありません。どうもありがとうございました。